かけてもいいあ、すごい。すごい。今日高いよ。普段いないの。いないで僕呼び出せる。ここで降りてるんだから。はい。はい。本当だ。漢字が書いてある。分かりやすい。分かりやすい。シプレーでしょ。プレーの上にしかこれ多分だけど、陶器とも合わせれるんですよ、この漢字なんで。超ヘビーユース。超ヘビーユース。陶器のような、まあ、陶器は陶器だけど。
ところとセットになっているところです。きっかけは前にスーさん の, 食器の収納の講座に出てお買い物ツアーでやってるの知ってたので、一度行ってみたいと思いました。いいものを買いました。はい、でもやっぱみんなで悩んで買ったところが良かったと思います。悩んだポイント、そうですね、どっちもなんかこうあったかみがあるところが私食器が好きなので、使いやすくて使ってるのが機能面と自分の好きっていうのが合わなくて、なんでこうスープカップも使いやすくて使ってたんだけどあまりお気に入りじゃなかったので、今日お気に入りのスープカップが見つかったのが、やっぱお友達と一緒に買うっていうのがああだこうだいいなとか他の人のいろんな視点とか知って、それが面白かったですね。選んだポイントは色とデザインです。レトロなデザインは、思いつきで買っちゃうからバランスが悪い、ちぐはぐな食器が集まってたけど、使い方を教えてもらえたらよかったなと思います。茶碗蒸し頑張って作ります。ツアー無事に終わりました。今日は3人の方に来てもらって、僕もすごいまた勉強になりましたし、皆さんもそれぞれ楽しいこととかいろいろまた考えることがあってよかったかなというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また興味がある方は器ツアーでお待ちしてます。バイバイ。